投資の可能性を全ての人に小玉です。今日は成長性&安定2月株式分割注目4銘柄というテーマで動画をお届けしていきます。一株あたりの単価が安くなって個人投資家にとっては買いやすくなる株式分割、基本的には3月、6月、9月、12月、まあ、四半期の節目が多いんですけども、2月もですね、地味に4銘柄ありまして、それも見てみると、後輩と株ではないんですが、まあ、成長性と、まあ、安定性を兼ね備えた、まあ、優秀な会社が揃っており、まあ、この機会に見ていきたいと思います。もうとにかくですね、日本株の勢いが止まらない。これ撮影してるの1月15日ですけども、この水準、実に1990年以来、もう34年ぶりの株価水準となりまして、不安材料あるものの一段と日本株高が続いています。まあ、ただそんなタイミングだからこそ一株当たりの買い付け単価が安くなる、まあ、株式分割はありがたいですし、そもそも株式分割をするということは、まあ、それが必要なくらいもう株価をですね継続的に上げ続けてきたということなので、大いに期待したいところです。まあ、気をつけたいのは株式分割もいろいろと背景がありまして、基本的に分割した後は一定期間下げたり、まあ、停滞することがよくあります。こちらは7974の任天堂の週足チャートでして、2022年の9月末に当時の株価約6万円から1対10の株式分割をしまして話題になったんですが、結局ずるずると下げ続けまして、結果的にその後、まあ、ゼルダの伝説など一タイトルが重なったこともあって、まあ、高値は更新してますが、ただこの分割直前の株価で持っていると9ヶ月近く耐えないといけませんでしたし、まあ、その点で株式分割イコール必ずしも好材料ではないんですが、まあ、ただこのように時間を置いて上がることはよくありますので、買い時には気をでください。売買タイミングを伺う上ではやはりテクニカル分析が必要ですけども、こちらの帯の色だけで上昇か下落かが分かる自社のインジケーターが間もなく受付終了となります。こちら視聴者さん限定で無料で配布してまして、見ての通り赤なら下落、そして緑になると今度は上昇といった形で、視覚的に一発でですね、買いポイント売りポイント株価の方向が分かります。もう間もなくですね、300名の限定申請枠が埋まります。まあ、特に株価もですね、力強く上がってきた中ですので、買いポイントもそうですが、ご自身の持っている銘柄の利益確定の判断にも使えると思いますので、興味があればお早めに概要欄のリンクの方からダウンロードしてみてください。あとはいつもお知らせしているチャンネルの公式 LINE があります。こちらの方でも私の投資法を詳しく解説した講義動画を友達登録者限定で無料プレゼントしています。同じく概要欄の方にリンクがありますので、ご興味があれば見てみてください。それでは本題いきます。2月株式分割注目銘柄その1が7630の一番屋です。ココ一番屋でおなじみの一番屋はカレーチェーンの国内最大手であり、国内1250店舗、海外も、まあ、中国、アジア、米国を中心に211店舗、まあ、グローバルに愛され、組み合わせ自由のオーダーメイドなメニューが長年好評で、まあ、値上げが続く世の中でも高くても食べたい、何よりこの私が大好き、まあ、そんな銘柄の一つになります。トッピングもそうですけども、辛さとか、まあ、ルー自体の種類もそうですし、まあ、全ての組み合わせを考えたら、まあ、数えきれないレベルで長年愛されている外食チェーンの一つです。私も月2ぐらいで行きますね。おすすめはチキンカツカレーにご飯は少なめにして2辛です。ストレスが溜まったら4辛ぐらいにします。まあそれを置いておいて、競争が激しい外食チェーンにおいても長年ですね、売り上げを上げ続けてきていて、一時期仕入れ価格の高騰によって、まあ、利益が落ち込んだりもしたんですが、今期はこのまま行きますと売り上げは過去最高、まあ、利益水準も回復して、株価を見てもですね、これ年足なんですが、まあ、長年綺麗な上昇トレンドを描いています。ちなみにこの一番屋が株式分割を発表したのはもう今月に入ってからでして、1月10日に1対5の株式分割を発表し、さらにですね、分割後も最低100株で年間2000円相当の食事券の優待があるんですが、まあ、その条件も変えないということなので、まあ、優待の利回りだけでいうと5倍、もう実質拡充という形になっています。現在の株価が約6000円で、分割後1250円とすると100株で約12万5000円の投資、それに対して2000円の優待券がもらえますから、この優待利回りだけで 1.6% を超えます。もうカレー2食分です。それでですね、やはり長年愛される人気株なのか、優待とあと中長期の経営計画を発表したところから、この通り出来高が急増して大きく伸びまして、まあ、今年に入って 17% も上昇しています。まあ、さらに発表した中期の経営計画では、店舗数を2030年には現在からほぼ 1.5 倍の2100店舗に増やし、まあ、3年後の営業利益を、まあ、54億円が過去最高だったんですが、まあ、それを大きく上回る70億円に設定し、海外店舗数も300店舗に拡大する計画を発表しています。このようにですね、多業態の M&A も続けていまして、まあ、既存の高付加価値商品に頼らない、まあ、成長戦略を描いています。そもそも大株主が大手の食品会社であるハウス食品なんですけども、まあ、それを差し引いても自己資本比率は常に7割を超えていて、負債倍率を見てもほぼ無借金経営、多額の店舗等の投資がかかるのに、まあ、非常に財務体質が硬いです。まあ、もっともですね、店舗というよりもフランチャイズで展開してまして、利益のおよそ7割がフランチャイズ店舗向けの販売となっています。
まあ、ただそれもやはりですね、サービスに価値を感じられてないと、まあ、続かないことですし、まあ、それを長年ですね続けているのは、まあ、なかなかできないことだなと思います。まあ、1000円を超えてもですね、私は行くつもりではあるんですが、とはいえご多分に漏れず、まあ、食材の高騰が続き、まだまだ油断ならないのが懸念材料です。まあ、きっとそんなこともあって、でかつ東証のですね通達にのっとって、このタイミングで投資が買いやすいように株式分割と中期の経営計画を発表したと思われます。投資判断としてはですね、配当利回りは 1.3%、 PR は63倍と、まあ、外食産業特有なんですが、まあ、高めでして、まあ、なかなか判断に迷うところです。まあ、ただですね、まあ、この通り長年、まあ、業績成長と株価成長を続けてますし、まあ、中期の経営計画も出してますんで、会社の姿勢を見るに強気です。そしてですね、今月の上昇で2020年以来4年ぶりの、まあ、上場来高値を取りまして、まあ、チャートとしては高値抜け、まあ、強い形ではあります。ただですね、2月の末に1対5の株式分割がありますんで、今まさに分割が発表されて好材料で上がってますが、分割発表後は冒頭の任天堂のチャートを見せたように、むしろ気をつけないといけません。まあ、配当利回りも高くないですし、まあ、株っていうよりかはもう優待目的で、まあ、保有しておいて気長に、まあ、長期的な上昇を待つ、まあ、そんな付き合い方が合ってるんじゃないかなと思います。あとは輸入物価自体が収まってくれば一番人にとっては追い風でして、幸いにもそのペースはですねどんどん鈍化してます。ただですね、このサービス価格が上がってると言われるように、まあ、人手不足で人件費が上がってますから、結構ですねココイチの店舗によってまちまちなんですけども、タッチパネルのオーダーシステムを全店舗に入れたり、まあ、迅速にオペレーションの効率化を、まあ、進められるといいなと思います。まあ、ただ株式分割をするぐらい長年株価を上げ続けてきた企業の一つですので、このタイミングで注目してもらえるといいと思います。2月株式分割注目銘柄その2は3382のセブン&アイホールディングスです。セブン&アイはもうもはや説明不要の世界トップのグローバル流通グループになります。コンビニエンスストアのセブンイレブン、スーパーのイトーヨーカドーをはじめ、まあ、小売に限らず、まあ、銀行業や専門店など幅広い業態を展開します。国内のですねコンビニ店舗数は飽和というか、もうほぼ頭打ちなんですけども、近年は海外の比率を伸ばしてまして、ここ数年にして売上にして3倍、まあ、全体の割合に対して もう海外が7割以上と、北米やアジア圏中心の出店が成長ドライバーになってます。あとはですね、このカップデリや、まあ、高級路線のセブンプレミアムなど、まあ、普通にお店で食べるレベルで、もう自分で作るのはほぼ不可能な、それでいて安い高付加価値の食品お惣菜が人気です。私の会社があるですね神田は周辺ですねファミマが牛耳ってんですけども、まあ、言っちゃあれなんですけども、お惣菜に関してはとてもじゃないですが、この天下のセブンにはかなわないと、もう肌で感じてます。まあ、それじゃなく銀行や郵便配達、インフラのようなですね役目を果たしていて、まあ、通期の業績を見ても、まあ、コロナ禍以降にさらにブーストかけて売上利益ともに増収増益となってます。まあ、路線としては、まあ、大規模な M&A を進めていて、2016年に関西の地場スーパーである泉と業務提携、18年には北米のガソリンスタンドとコンビニを1060店買収、さらに2021年もガソリンスタンド併設型のコンビニチェーンであるスピードウェイを買収しまして、一気に北米の店舗数が1万3000店に上りました。株価は現在5800円で、2月末に1対3の分割があります。ただですね、ここ6年ぐらいの、まあ、チャートで見ても時折上昇局面はあるんですが、そこまで、まあ、動いていませんでして、直近1月11日の決算でも第3四半期累計で経常利益が 5%、まあ、増益なのに、まあ、株価の反応としては乏しいものになってます。まあ、配当利回りも 2% いってませんし、まあ、思うにですね、まあ、時価総額5兆円超えと、まあ、ある程度優秀な、まあ、小売流通企業として、まあ、当然認知されてますから、例えば少し前の3003ヒューリックや4578の大塚ホールディングスみたいに、企業として優秀すぎるがゆえに、まあ、いい業績を出しても、まあ、サプライズ感に乏しく、株価もですね、そんなに動かないという、まあ、そんな類の銘柄の一つになっています。加えて日米で今消費が鈍ってきています。消費者が実際にお金を出した金額である米国の個人消費支出は前年比すでに 3% 割れていて、物価上昇率よりも低いです。おまけに前月比で見ればマイナスに転落しますね。これは何度か取り上げましたが、日本においても物価上昇が続いていて、本来出ていくはずのお金が増えるはずなんですが、ただその個人消費支出は現在9ヶ月連続でマイナスになってまして、まあ、企業が物価高で、まあ、値上げで潤う一方で、消費者の財布はですね確実に、まあ、紐がですね締まってきている、まあ、そんな状況と言えます。でこの状況自体がですね、まあ、コンビニなどの小売にとってやはり懸念材料になりやすいですね。特に入食材が多くて値上がりもしやすく、まあ、そしてスーパーみたいにディスカウントをしないコンビニですから、まあ、当然割高感があって消費者離れを起こしやすいです。現に今利益上がっていても、アメリカでのガソリンスタンドの販売が伸び悩むなど、確実に足元で影響が出ていて、でまだ消費がですね落ちきる底が見えていないというのが、このセブン&アイの株を取引する際に気をつけられた方です。なのでもしですねセブンの株を狙うんでしたら、私としては今ではないですね。
もう少し、まあ、消費の低迷や、まあ、それを見越した株価の下落、それが起きてからでいいですし、近年はそもそも、まあ、高値から半額程度、まあ、それでも大きいですが、まあ、そういった幅をゆっくり動いてますんで、2月末に株主分割をしたとしても、まあ、株価ラインで言うと、まあ、1000円、まあ、そのぐらいを考えたい銘柄かなと思います。ただそこまでいくと配当金額が同じであれば利回りは約 4% になりますんで、まあ、そういった意味でもじっくり固めで見ておきたいところです。2月株主分割注目銘柄その3が7649の杉ホールディングスです。ド安定のディフェンシブ小売。杉ホールディングスは大手のドラッグストアでして、杉薬局を中心に中部関西関東でグループで1618店舗を運営、さらに訪問介護ヘルスケア商品医療情報システムにも注力しています。ドラッグストア業界は競争が激しいですが、それでも綺麗なですね業績右肩上がり、まあ、出店数をキープしながら店舗あたりの売上がまあ強力に伸びてまして、まあ、特に力を入れている調剤処方箋、まあ、その売上に、まあ、中国をはじめ海外のインバウンド客の、まあ、日本の薬品人気もありまして、まあ、業績を伸ばしています。まあ、特にこの処方箋枚数、まあ、すごい勢いで伸びてますし、今後高齢者人口の増加によってますます、まあ、この傾向は拍車がかかると思われます。もちろんですね、まあ、政府も医療費を抑えるのに必死ですから、まあ、処方箋単価は多少下がるかもしれませんが、まあ、とはいえ高齢化がピークを迎える2040年2050年、まあ、そのあたりまでは拡大が続くでしょう。あとですね、薬以外に強力なのが物販でして、一般薬品や健康用品美容品だけじゃなく、さらにですねこう食品とか結構安い値段で売ってますよね。まあ、値上げが続く中でディスカウント店は強力です。それこそ先ほどのコンビニのセブンイレブンと比べれば、まあ、店舗が2つ並んでて、で同じ商品なのであれば当然安い方に買いに行くのがほとんどの消費者でしょう。そう思うとですね結構強力ですね。で株価のラインとしましても業績に問題がなく、長期のチャートで見るとまだまだ持ち合いで、割高感はそこまでありません。特にこの部分、2021年から22年まで、まあ、新型コロナによるマスクや医療品、その特需がですね一旦落ち着いて、でその調整を得ての、まあ、今ですので、まあ、その点でも下値の安心感はある程度あります。まあ、配当金はですねずっと80円で、利回りも 1% 台と全く高配当とは言えないんですけども、ただそんなスリーホールディングスも2月末に1対3の株式分割を控えています。現在の株価が6500円ですので、ざっと割ると2200円、まあ、十分に手が出しやすいですね。ネックはですね海外の展開がありませんでして、将来の出店ペースは落ちてしまうことが予想されます。なので既存店あたりの売上高を高めることはもちろん、あとは配当成功も 30% 未満と余裕がありますので、どっかのタイミングで自社株買いなり大幅な増配なりで株式還元に舵を切ると株価が急騰することがあるかもしれません。まあそもそも2010年から見れば株価自体も10年間で6倍近くになり、株主構成としては創業家の杉商事が大株主ではあるんですけども、でもこれ、まあ、創業者が大株主というですね、まあ、成長株の特徴にも当てはまりますんで、まあ、そういった面でも、まあ、高配当というよりも、まあ、将来の成長狙いで投資をするのがいいかもしれません。2月株式分割注目銘柄その4が8227の島村です。島村といえば大手の医療チェーンストアで、アパレルとしてはユニクロに次ぐ国内2位、幅広い年齢層にもう全世代カジュアルからフォーマルまで欲しいものが手軽に全て揃っている、まあ、そんな生活に根ざした、まあ、特にファミリー層にはありがたいアパレル企業になります。まあ、特に仕入れとあと商品をですね販売するマーケティングに長けてまして、まあ、常に顧客を飽きさせない、まあ、そんな展開が功を奏し、毎年増収増益で、しかもですね自己資本 85% 無借金経営というピカピカ財務でもあります。島村は2月の19日付で株式1対2の分割なので、分割後も約8400円の株価と、まあ、分割をする企業にしては高めです。まあ、様々な事情があるにせよ、まあ、ただ株式分割自体が、まあ、少額の個人投資家が入ってきて、まあ、すぐ売り抜けてしまう、まあ、そういったリスクもありますから、まあ、その意味では、まあ、手を出しやすくしつつ、長年の株主も大事にしつつ、今後の成長にも自信がありつつ、まあ、そんな方針のように思います。まあ、さらに優待もありまして、100株以上でお買い物券が2000円分、株数に応じて最大1万円分の優待があるんですけども、これもですね株式分割後も、まあ、条件据え置きということなので、まあ、優待の拡充が行われます。あとはですね安定したキャッシュがありますんで、まあ、成長投資、株主還元、内部留保と、まあ、各施策に振り分けできますし、まあ、中期の経営計画を見ても毎期業績を向上させることで継続して増配し、 DOE の指標を取り入れることで一時的な業績の変動に対しても安定的に還元しますと、まあ、そんな方針を持ってます。しかも現在の配当成功が 25% ですので、まだまだ引き上げる余地はありますし、 DOE は株主資本に対する配当の割合なので、まあ、そこが潤沢だからこそ多少ですね目先業績の変動があっても、まあ、自信があるということなのかなと思います。まあ、実際2020年2月期の目標も1年前倒しで、まあ、達成してますし、まあ、顧客と消費者に根付いた、まあ、ゆる企業の一つです。ただですね株見ますとこの通り、2016年に 16,450円をつけて、その後高値を回復したのはもう昨年の11月ですから、回復までに丸7年間かかってます。
その間2020年までに株価は3分の1、コロナによる暴落と巣ごもり需要でその後大きくね上げましたけども、2016年から19年にかけては、低迷が続きました。なので分割するにしてもちょっとボラティリティが大きい株であるんですよね。おまけに店舗数を増やすにしても当然人手の確保、サービス価格や人件費の上昇といった問題がついてもありますし、 PR15 倍、 PBR1.34 倍ですけども、個人的には、いい会社ですけども、もしかしたら割高かもしれないと思ってます。ヒストリカの PR で見ますと、 PR の高騰期から株価下落によって落ち着くタイミングが PR の水準がおよそ10倍から11倍、その水準が、一旦の底打ちラインとして機能しやすいです。で、今のですね、1万6800円の株価水準から、PR10 倍と計算しますと、約11万円、だからこのあたりですね。そのぐらいの下落は全然あると思いますし、そもそも何かの要因で減益したり、うまくいかなくなると PR が高騰しますから、そういった時こそ株価が大きく落ちやすいタイミングとして注意した方がいいです。ただ財務はいいですし、次への投資も、株主管理も手厚いわけですから、買いは今すぐじゃないかもしれませんけども、固めでウォッチしておいて、株主分割後にさらに安くなって、利回りが高いタイミング。そんなところを狙えるといいかなと思います。ちなみに2020年2月期の配当金が270円ですけども、2020年のこの株価の底値で拾ってれば利回りにして 4.8%、 6000円の株価で買ったとしても 4% を超えますんで、優秀で優待もいい企業だからこそ、やはり買い時は重要です。株価自体も3年かけて3倍以上になってます。で、そんな長期投資に最も有利な暴落局面のエントリーの仕方、配当も株価も長期伸びる銘柄の見分け方について、冒頭で紹介したこちらの公式 LINE の方で友達登録者限定で無料で講義動画をプレゼントしています。参考に私の高配当銘柄の監視銘柄リストもプレゼントしてまして、普段このチャンネルの動画を見ていたり、あとはですね、仕事が忙しくて長期的に資産を伸ばしていきたいという方にもぴったりな内容となっています。 LINE の友達申請に関しましては概要欄のリンクの方からよろしくお願いします。あとこちらのですね、帯の赤と緑だけで株価の上下トレンドが分かるオリジナルのインジケーターが間もなく受付終了となります。株式もそうですし、チャートを形成するものであれば何でも使えますので、シンプルでおすすめです。こちらの方も概要欄のリンクの方から見てみてください。それからですね、本日の動画ですね、役に立ったなといいなと思った方、ぜひチャンネル登録とグッドボタンもよろしくお願いします。引き続き役に立つ動画をですね、どんどん出していきたいと思いますので、よろしくお願いします。では次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。バイバイ。